イーサン元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、わかってるけど、本当に彼女なら、何があったのか知りたいんだ。
こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。手間するなよ。あまりの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを通る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵の通話ゲートはクソったれこの屋敷の情報満載。どうだ。最高だ。回ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは。廃墟の農家に消えた家族、林事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって。3年前だ。倉石、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない。ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻。静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまうけど、まあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ。クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の。聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。見えるか？なんだ。
マジかよ。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには、あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る、早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。あ、確かこっちのはずよ。説明してくれ。君からのメッセージ。私じゃない。私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか？あの一家が食事を運んできたから、覚えてるの？
ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの。見せて。Yeah.
ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。ミア、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。よし、これで。
起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだ。何すんだよ。広い親父。どうでも上がると好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら食うんだよ。このクソ野郎が吐きやがったよ。ジャック、これお前うるせえぞ。カレット、せっかく食ってやったのに。なんだよ、ふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか。話しやがって、またあのサツが来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるから。
出ていくつもりか。嫌だったな。この腐ったれ、大事なテーブルをどうする。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。
いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないかな。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だが。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。やめろ。仕方ない、お前もここで殺すか。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるんだ。やめろ、閉めるんじゃない。
されても俺は何でも生き返ってやるぞ。何しやがる。どうしてくれるんだよこのクソ野郎めが。これで終わりじゃないぞ。そうだろう。面白いものを見せてやる。マジかよ。Huh?
父親なのか。昔はね。残念だが奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった、また連絡する。
どうだ、驚いたか。あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。わかるだろう、俺たち家族もあの子の力がもたらした。どういうことかって言うとな、お前は終わりだ。マーガレットに聞かれちゃまずい。お前は一人ぼっち、一人寂しく死んでいる。どうだ、驚いたか。あんなもんで暴れと思ったか。どうだ、驚いたか。あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれた。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。わかるだろう、俺たち家族もあの子の力がもたらした。
ういうことかって言うとな。お前は終わりだ。待っててやるよ。同じことの繰り返し。兄さんはどこに隠れた？すぐに見つけ出して殺してやるぞ。隠れてるんだ。
誰がこんなもの。
もう少しうまくやらんとないいさ。会いたかったか？
いいさ、もしこれを見たらもう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。まだ捕まるわけにはいかない。って言うんだ。家に招き入れてやって、食事まで与えた。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かりものだよ。この家で、あんたには想像もつかないようなことが三億だ。あんたは何も分かっちゃう。それともただ興味がないだけか。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。兄さんってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。
の子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。さあ、私たちを受け入れろ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。エヴリンがそんな勝手をずっと許してくれるとでも思ってるのかい。お遊びはもう終わりだよ。聞いてるかい、聞いてるかい、聞いてるのかい。このアバズレが。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。さあ、私たちを受け入れろ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない、うん、ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。
こへ行くつもりだい。ミア、どうなってるんだ。